富士山登ってきました。お、元気になる。マイペースの富士山です。今日は風が強い青空です。マウンテンバイクで山に行きます。今日は川越橋を渡ります。川越橋から渡ります。ここは橋かもね。今日はマウンテンで正解です。日陰は涼しいです。マウンテンバイクに乗って山に行くふーさんです。正面の山に行くんですよ。気持ちよしよし。線状降水帯一過、青空の日高です。前にも紹介しましたが、ここが新しくできた道です。南平沢。後ろは八高線の踏切です。坂道登っちゃったね。これで結構坂だったよね。すごい坂。やっぱロードだ。全く違うし、うん、いつも私さ、うん、このさ、マウンテンだと、うん、インナーに入れるとかっていう行動しないわけよ。そうね。だけど今日はインナーに入れてみて、うん、あんまり慣れない。まだ自転車等に慣れてない感じだから。そうか。次、うん、に行くと諸山総合公園。ここの売店は今はアジサイとかお花でした。埼玉ゴルフクラブ 500m 奥武蔵ウルトラマラソンをやってるみたいです。時計は12時間10分14秒15秒指してます。すごいな。鎌北湖に行く意味が出てきました。感想表彰とか書いてある。すごい。これから鎌北湖へ上がります。上に行くと今日のマラソンの人たちに会えるかもしれません。応援の人もいるかな。もう12時間も走ってる人たちなんですよ。すごいなって思います。マウンテンバイクなら豊富に軽いギアがあるので楽していつかは着くかな。お、なんと追い風です。登ってきました。マイペースのふーさんです。はい、着きました。天気よし。おにぎり。今日はこのおにぎり。何にぎりだっけ。タケノコだ。違うの。昆布とホタテ。昆布とホタテの炊き込みご飯おにぎりです。いただきます。一昨日の線状降水帯のおかげで水かさが多いような気がします。今度はこれ。うまっ。ウルトラマラソンの人たちが頑張ってます。もうちょっと奥まで行くことにしました。気持ちよしよしです。エイドステーションです。みんな頑張って。あと少し。75キロって書いてあります。みんな頑張るな。今日はマウンテンバイクで鎌北湖。ロードバイクとどれぐらい違うかなと思ったんですが、これはこれでそんなに辛く登ることができました。ダムのところでおにぎりとバームクーヘン食べて帰ります。空はちょっと曇ってきちゃいました。ではまた。残ってた。
玉ねぎ100円プーさんお買い上げ。私自転車だから一つ。うん。これ。うん。100円。ちょっと前帰りにあったら買おうと思ってたの。うん。うん、いつものようにセブンイレブンで休憩です。今ここにいます。ゼロサイダートリプルビタミン。飲んでみる。元気になった。なった。うん。うん。1日分のビタミン C 入り、クエン酸2000ミリグラム配合、アミノ酸入り。